一番は他人に案内を頼むときによく使う表現です。明日ご都合がよろしければ案内してもらえませんかご都合がよろしいは時間があるという意味です。ご都合は丁寧な言い方です。ここで形容詞の条件形を使いご都合がよろしければ になりますまた「手もらえませんか?」は第7課で勉強した文法です。他人に何かを丁寧に依頼するときに使います。より丁寧な表現は「案内していただけませんか?」と言います。では 案内を頼む部分の映像を見てみましょう。やりたいことがあれば、やってもいいと思います。そうですね。同級観光バスに乗ってみたいな。明日、ご都合がよろしければ、案内してもらえませんか二番は、はい、喜んで、です。相手の言葉を、 心よく受け入れるときに使います。とても楽しい気持ちが感じられます。英語で my pleasure という意味です。例えば、一緒に食事をしませんかはい、喜んで。今回の会話で、東花さんは安藤さんに 東京案内を頼みました安藤さんの返事を見てみましょうそうですね東京観光バスに乗ってみたいな明日ご都合がよろしければ案内してもらえませんかはい喜んででは三番の表現に進みますぜひ行ってみたいです 第7課で、ぜひを勉強しましたね。あることの実現や実行を強く希望する気持ちを表します。よく、〜たいなど、依頼や願望を表す文型と一緒に使います。ここでは、ぜひ行ってみたいで、とても行きたい気持ちを表しています。 では、ぜひ行ってみたいです。を使う会話の部分を見てみましょう東加さん、日本のおいしいラーメンを食べたいと言っていましたよねあそこのラーメン屋がいいかもしれませんああ、わかりました。あそこにある小さなお店ですね昨日、あの店の前を通ったらとってもいい匂いがしましたぜひ行ってみたいです いかがでしたか今まで勉強してきた文法を活用しましょうね。